大阪市北区天満橋2丁目と宮古島区中野町4丁目を結ぶ大阪市道桜宮方面南北42号線の橋である。名称は佳境地点に江戸時代初期からあった都線原八渡るにちなんで名付けられ、原八渡るは天満橋筋沿いのかつての町名源の八丁にちなんむ。名称の風情から 私森の七度と結びつけたくなるところであるが、そのような、いわれは特に残されていない。西岸は、天馬橋筋沿いに、北から源の八丁、友子町と続き、友子町の西側には、大阪町奉行の要力、同心屋敷が広がっていた。東岸は、東成郡中の村で、中野橋との呼び名も残されている。原発私口1800年代。川国院。 が大阪市、第二次都市計画事業により1934年8月から設置工事が行われ、1936年6月に完成。原発渡しは廃止された。昭和40年代以降の自動車交通の発展に、伴い交通量が増大し、東側の右折レーン設置のため1971年3月に、東側3景間分の三北側を拡幅した。また、 大阪アメニティパーク開業後の1998年7月には歩道が拡幅された。西詰めの南に OAP、東詰めの北に大阪環状線桜の宮駅があり、朝、夕の通勤ラッシュ時を中心に多くの通行がある。また、東詰めの菓子には桜の宮公園が広がっているが、東橋付近はかつて存在した著木場を生かした。 浸水空間となっている。ありがとうございます。